見ろ、谷風の。あのライデンが土俵で笑ってごわす。てめえがよ、本気で相撲を取れる、この時が。ライデン・タメーモンほど相撲を愛しながら相撲に愛されなかった力士はいない。次、無理無理、ドラジにはとても勝てないずら。はっけよーい。太郎吉は体が弱いからな。少年は怪物だった。なんだお前、化け物なに、デダラボッチ。太郎吉、みんなと遊ばないのかい。おっか、おっかは神様に感謝してるずら。この子を丈夫にしてくんろって。そしたらこんなに大きくなっちまった。からどうかみんなが持っていないその力、弱い者のために。母の願い通り心優しい子に育っていった。だが天変地異が少年の運命を変えた。数年にわたり餓死者が続出する事態に陥った。世に言う太郎吉は信濃を後にし、17歳の太郎吉少年が選んだ道は、どうした、あんなに白飯がいっぱい。あの米俵、信濃に送ってやりたいすら。何、全力出したら兄弟子さんらを壊しちまいそうなんで。いやでも太郎吉よ、ここで俺を倒せなきゃ田舎に帰ってもらう。上等だ。なら荷物まとめてとっとと帰りな。どうする、この野郎。まだまだ。面白い。少年は飽くことなく与えられた相撲の基礎稽古仕込んだ。そして行くぜ。松江藩預かりライデン・タメーモンとなり迎えた初土俵。ったく、俺はもしかしたらとんでもねえ怪物を。ただ一撃で相手をなぎ倒す、いいな、飢饉にあえぐ日本を照らす。しゃー、お邪魔へ。ライデン、てめえ今日の取り組み、なんでわざと負けた。わしゃちっくい頃から力は弱い者のために使うように。おめえでもわしにはこれしかねえ。わしが故郷の門を食わしていく。ライデンは最も得意とする技を封じた。合わせておめったいの最高位大関、勝率9割6分2厘、10敗と2分けは全て隠した力士。人はこう呼んだ。全力を出し切れないまま土俵を去ったの。俺らじゃ成長したお前の全力を受け止められなかった。思う存分相撲をやるのは。なんだよお前。時間いっぱい異形の構えから放たれんとするライデン・タメーモンのそれは、筋肉移動により全武力を手に込めた。ライデン・タメーモンのとんでもねえ一撃が。シバの腕がちぎれ飛んだだと。もしシバがガードしていたら、その凄まじい衝撃波で。シバだから死ななかったと言えますが、受けたダメージは。反動です。反動、筋肉を超速移動させるあの技は、スルーズの腸筋骸骨締め回しでかろうじて体の形を保っているじゃん。あんた、スルーズ、もっとだ、もっと筋肉を動かし続けてくれ。分かってるさ、スルーズ。でも
足りねえんだ。裏切り続けてきた大好きな相撲をガチンコで取れるんだ。バカ、あんた本当にバカだね。とことん行くよ。へえ、いいもんしょってんじゃねえか。俺はインド深海の頭だからな。一体何を。世界を再創造せん。踊ろうぜ、燃え尽きるまで。インド深海最強の破壊神シヴァ。とても似ていますね。似てる。ええ、交えた仲間たちのため、インド深海戦略。しかしついにその時は訪れた。